マゼラニックストリームマゼラニックストリームは大小マゼランクモの近くに広がる中性水素のガスである。1972年にワンニーヤと陸戦が発見し、1974年にはマシューソン、だがその成因にマゼランクモとの関係を見出した。これに先立ち1965年には異常な視線速度を持つガス成分がこの領域に存在することが知られていたが、 ガスの位置と広がりは正確に把握できず、マゼラン雲との関係も不明であった。その後の観測で分かったガスは大変長く、その形状は銀河系などと比較するとかなり直線上である。この領域としては視線速度差が異常に大きく、周辺銀河の視線速度パターンに同期するものではない。高速度雲としては古典的な例である。 階層型クラスタリング研究からわかるのは、小宇宙が長い時間をかけてより小さな小宇宙の衝突により形成されたことである。このような衝突、合体の副産物として最もよく知られ研究されてきたのがマゼラニックストリームである。マゼラン雲に近いことや観測機器の分解能が向上して、 構成の年収しさの測定精度が向上するにつれ、代償マゼラン雲の位相空間像が明らかになった。これをもとに3つの銀河の形状や質量といった大仮説や互いに運動する物体の間に働く力学的摩擦の性質を組み込んだ過去の軌道を計算することが可能になった。星の観測からは星形成の歴史がわかる。 1980年以後各種のマゼラニックストリーム形成モデルが提示されてきた。まずコンピュータの性能向上によりモデルは単純化、肘己重力化、非粒子化に向かった。ほとんどのモデルがマゼラン雲に至る浮遊物を予測してみせたが、実際に二方向に伸びた様子は観測されなかった。そこで腕を伸ばさないモデルがいくつか残ったが、これはモデル自体に問題があった。 1988年にパークステン問題のヒッパスチームが実施した前転・争点の結果からプットマンらはマゼランクモに至る高速度雲の質量成分が実際にマゼランクモの重力の影響下にあることを明らかにした。これで銀害波浪に立ち上るガスの存在は裏付けられた。さらに1998年にはルーホカが2000年にはギブソンらが マゼラニックストリームとマゼランクモの化学組成の類似性を確認した。以来ガスの存在を前提にした新しいモデルが現れるたびに、モデルは徐々に洗練の度を高めた。モデルの多くが重力を援用し超積上を土台に、次第に銀河系の銀河波浪からのドラッグガスの動力学、星形成、化学物質の成長をモデルに盛り込むようになった。 超積力が大きく影響するのは小マゼラン雲であると考えられるが、その理由は質量が小さく固有の重力が小さいためであり、ラム圧による剥ぎ取りが大きく影響するのは多量のガスがある大マゼラン雲であると考えられている。レイテストモデルズ、ありがとうございます。